はようございます。おはよう。さっき何マスクマンのや、そうだよ。お、クリちゃんありがとう。おはよう。よし、マサトシさんもありがとうございます。おはよう。おはーん。うん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 、どこどこどこ。おはよう。あ、バンジャロモンスターさんもありがとうございます。おはよう。モフニーさん、リンドローさん、ありがとう。おはおはよう。おはよう。今日もメカワってまだこの辺しか見えてないよ。全然見えてないじゃん。おはよう。おはー、ずっと待ってました。ありがとうございます。バンジャロモンスターさん、ありがとうございます。リンタロウさんもありがとうございます。おやすみ。寝るの？寝るの今から。いいな。おはよう。モフニーさん、ありがとうございます。おはー。あ、マサトシさん、テイカーさん、ありがとうございます。おはよう。今週も始まった、始まったよ。どうする？今日満点のマスク。そう、口がカッサカサだったんよ、起きたらびっくり。おはよう。細胞？細胞って何？キャラーム消してくれなくて泣いてる。消してあげて。今日も一日頑張るぞ。いいお。大カカ、ありがとう。昨日さっきが金ちゃんに来たのにびっくりした。嘘嘘嘘嘘。うん、そう、もう口がカッサカサなんですよ。布団から出てる。布団の上にはいるよ。そんな上にはいるよ。ベッドか、ベッド。おはよう。冬休み？うん？春休み中？早いね。春休み早いね。結構早くない？そうか、いいね。口開けて寝たの？違う、口の中がカサカサじゃなくて、口がカサカサなんよね。おはよう。俺は今日休み。お、いいね。昨日叫びすぎたか？いや、全然。りんたろーさん、ありがとうございます。目赤くない？そっかな、大丈夫。再犯でもさっき行けなかった。あら、ガビーン。リップまだ塗ってない。薬用のメンソレートも紫塗った。ブログ読んだよ、ありがとう。ブロンコさん、ありがとうございます。おはよう。ありえないレベルで眠い、私も。アバターのに。アバターのに、それ。ブロンコさん、ありがとうございます。この前知り合いにさっきちゃんの写真もらいました。お、やったじゃん。イエーイイエーイイエーイ。おはよう。ブロンコさん、ユージさん、ありがとうございます。照明さんもありがとう。唇、唇がカタカタ、唇がカタカタよ。すがらさんに会いたい。さっきもさっきも。おはよう。
昨日は雨降りで傘2本持ち上げて傘傘でも昨日雨そんなに降らなかったよね。なんかパラパラみたいな。岡山はおはよう。おはよう。お、ミッチーさんありがとうございます。ユージさんもありがとう。おはよう。リンタロウさん、バンジャルモンスターさんありがとうございます。おはー。お、ミッチーさんもありがとう。おはよう、おはよう。おはようって日本語ある。広島で会ってさっきのチェキ見せました。お、ありがとうありがとう。雨の中寒くなかったの？いや寒かったですよ。ファジでしょ。寒かったよ。寒すぎたよ。寒ーってなっちゃったけど、そんなに凍え死ぬほどではなかった。そうよ。タイガーマスクさんありがとうございます。ふふ。ファジ、ファジ2-1で勝ちましたよ。めっちゃ面白かった昨日の試合。やっぱ見に行くのが楽しいよね。STU カラーやし、かわいいやろ。うん、かわいい。なに？かわいい。かわいい、かわいい。かわいいです。おはよう。そう。京橋の朝市行ったの教えてよ。行ったよ。行ったよ。おはよう。すっぴんの目かわいい。ありがとう。なんか違う？違うか。普通に違うわね。すっぴん。まだまつげ何もしてないからやばいよね。スカスカ。おはよう。え、めっちゃ楽しかった昨日。アイキャストプラビニュー。愛は止まらない？ありがとう。受け止めるね、じゃあそれ。仕事行ってきます。行ってらっしゃい。朝一何年かぶりに行ったんですよ。実は楽しかったよ朝一ね。月に1回しかないからね、行かなきゃと思ってそう、行くか悩んでて。ファジは行きました。楽しかった。背中からおはようございますおはよう。この辺からいる？おはよう。正直テレビが出てんたい。おはよう。そう、まつげ全然何もしてないし、っていうか何もしてないやばいよね。おはよう。まだまだ寒いね。それの寒いね。今日はお休みではないですよ。さきちゃんと J リーグ楽しそう。さきはあのうるさいですよ、横で横でうるさいですよ。サッカーとさき語呂が似てる。確かに似てるかも。そう、今広島帰った。まだこれからかな。今から3時間ロード飲んでエリください。えいえいおーこんなんでいい？こんなんでいいの？こんなんでいいんですか？え、今月ファジの試合行くよ、千葉県まで。そうなの？すごいいいな。さっきもホーム戦が次17なんよね。確か17だけんね、行きたいんだけど、確か握手会。
ジュアルデイズの本当は今でもそばにいてほしいよ。お、クロちゃんありがとう。雨止んだかな、見てあげる、見てあげるって言っても岡山だけど、なんか網戸があるからよくわからん。見つめ合うほどに切なくなるんだ、お君の思い出がジュアルデイズ。ジュアルデイズいい曲よね。おはよう。絶対楽しい。めっちゃうるさいよ、さっきサッカー見てる時の菅原咲ちゃん。めっちゃうるさいよ。うるさいけどいい。そう、でも昨日本当に歌面白かった。今日はちょっとお休みする。肌なんか肌荒れしてきたんよね。そう、未来航路見てたよ。お、ありがとうございます。関戸選手昨日出てた、交代で出てた。昨日阿部海斗選手もねベンチに座ってたけね、あーいると思って、久しぶりに見たからもうすごかった。もうあれがうん奴隷って感じよね。すごかったんよ、いろいろ。頑張ります、頑張れ。おはよう。おはよう。おはー。スタジアムでなんか美味しいもの食べた？記憶にないけど、あ、タピオカ飲んだよ。ビースタっていうタピオカがあるんよ。知ってる？ビースタっていうね、タピオカがあるんだよ。うん、サッカー見るときはにぎやか。そう、めっちゃうるさいよ。ずっとでも座ってるけど歌ってる。チームのプレーとかが好きなんですか？そう、でも昨日なんか確か新しく入ってきた人がいたんよね。誰やったかな、ヨンジェ選手っていうね、あの海外の選手がいたんだけど、やばい、マジですごい。本気ですごかった。なんかずっとなんか、え、サッカー上手くないみたいな。めっちゃ上手だった。あとね、誰かな、あの人も上手だったよね。忘れた、誰だったかな。タピオカ飲みました。またタピオカ飲んだんかって思われそう。変な夢見なかった？見なかった。昨日ねちょっとなんか精神的に疲れててね。試合見てわーハッピーってなってる時にね、ちょっといろ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 知らされてね。精神的に疲れててすぐ寝たんですよ。そしたらもうゆっくりゆっくり寝ましたよ。ファジよ。お、ジェフさんありがとうございます。プロですから、いや多分あの人絶対ブラジル出身と思ったもんってぐらい上手だった。岡山ですのちゃんと好き、どういうこと、どういうこと。
を見てる時のさきちゃんどんな感じか見せて。でも座ってずっと手拍子手拍子一生手拍子してる。変な人みたい。みんなやってるよ。みんなね、みんな推しじゃんしてる。推しじゃん、あの応援席の方でみんな推しじゃんしてる楽しそう。あっち行きたいけどずっと立っとかないけんけんね。行けるのよ。なかなかみんな推しじゃんしてるよ楽しそう。先も飛びたいけど飛べない。菅はね、あのスペイン出身。ああちゃんとってそっちのちゃんと歌ってこと？ちゃんとしてるのちゃんとかと思って、えありがとうって思ったんだけど、ちゃんとしてるって思ったけど、そうみんなジャンプしてるライブ中の俺だー、イエーイ。立ち上がって騒いでそう。うん、全然座ってじーっと見て入ったらイエーイとか、なんかゴールする前とかだったら、ん？ゴールギリギリでなんかいろいろミラクルが起きたらなんかあーとかっていうタイプ昨日めっちゃ面白い人がいたの。なんか監督かなってぐらいめちゃめちゃなんかいろいろ言ってる人がいてびっくり。サッカー見たことないの？サッカースポーツの中でサッカーが一番楽しいと思ってる。あの見る分に関してはね。お、ジェフさんありがとうございます。推しじゃん推しじゃん推しじゃんしてる？おはようそう、おはん、ちゃんとでかい声で叫んでほしい。いや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 、できませんできません。え、でも言ってるよ、言ってる言ってる、ちゃんとわーじあーのタタタタタってやってるんだけど、大きい声では無理それは無理。お、ジェフさんありがとうございます。楽しい。おはよう。焦げごっこ？ごっこですか？ちょっと顎が疲れてきた。おはようございます。周りの人巻き込んで盛り上がらんと やばい。もう昨日なんか知らん人とハイタッチした全然知らない人からイエーイってハイタッチを求められたから、あイエーイってやっといた。ハイタッチしただから全然知らない人と入ったからね、サッカーゴール。うん、早くすぐ刺してお推しじゃんしたい面白い。やってやって、メガホンとか持っていく、タオル巻いていく。じいじ言う人おるよね。え、もうやばいよなんかね、何かな、昨日本当にやばかった。めっちゃ絶対受け狙いに行ってるって人がいたんよ、面白くて。なんか厳しいこと言う割にめっちゃなんかうん、めっちゃ言ってた、いろいろそう、うん。お、りんたろさんありがとうございます。私は応援席側にいたんですよ。応援席側のちょっと、まあちょっと外れたところにいたんです。うん、真ん中らへんかな。サッカーは誰と見に行ってる？
友達と行ってます。ね、それな、あるある。そう、うん、ハイタッチすごかった。タオルは星になるよ、なんか、うん。面白かった、その人。ヤジ飛ばしながらゴール決めたっての広がりしてた。スガラソウルの始めに行こう。でも来週だから、なんかいつかのホーム戦、次のホーム戦はいけれない、握手会だから。ねえ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 、痛い。うん、何していい。痛い、背中痛い。あー、元気。あ、藤森さん、ありがとうございます。どんなこと言ってたのか気になる。なんかもうちょっと、なんか上がれ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 って言ってた、ずっとずっと。なんで上がらねえんだよって言ってた。上がれ上がれ上がれって言ってたよ、ずっと。その人、上がれ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 、なんでそこで突っ立ってんだよって言ってた。めっちゃ面白くて、その人面白かったです。なかなかおもろい。その人のモノマネ、なんか、なんだろう、なんかすごい、あの、なんかね、でも意外と、なんて言うんだろう、さっきのね、さっきのちょっとタイプのね、髪型してたからね。でも遠かったからな、な、髪の毛がただボサボサのだけだったんかもしれんけど、さっきのね、ちょっとタイプのね、髪型だったんよ。あ、って思ったけど、すっごいうるさかった。もう何突っ立ってんだよそこでって言ってた。そこで突っ立ってたらボールが来ないって言ってた。それが一番面白かった。おもろかった。そう、枕、いや、そう、いるよね、いるよね、いっぱいいたよ昨日。でね、なんかやっぱりさ、サッカーしてたら衝突があるじゃん、ちょっとなんか後ろから突っ込まれたとか、なんかそういう時もやばかった。面白かったよあれ。それもやばかった。まあ確かにって思ったけど、そうそう、熱い人でしたよ、面白くて。いい人でした。ん？いる？これへんね、クリちゃんが来ないで、やばい。クリちゃん、どっか行って。いやー、どっか行って、クリちゃん連れてて。クリちゃんまで、クリちゃん、バイバイ。はい、あ、閉めてよねえ。あ、まだ持ってくれない。 S、 あ、クリちゃん、どっか行って。クリちゃん来ないでって言って、そう、え、やばかった、あの人本当にやばいと思った。でも頭がちょっとね、髪型がちょっとねタイプだったけど、絶対ね、ボサボサだったもん。ボサボサなんよ絶対。あの、雨降ってたから多分。気になる？さっきのタイプの髪型。だけはタイプなんよね、髪型タイプだったからあれだったっけね。見てた。いや、そしたらね、めっちゃ言ってる、やめようと思った。なんか見るのやめようと思った。でもね、その人声が高いんですよ、なんか。じゃけんね、あの、声がめっちゃ通るんですよ、しかも。面白いと思って、そう、面白かった。ねえ、どうして連れてくるわけ。勝手に行った。うん、サッカーの推しメンの応援歌を笑ったピーポーになってて受けた。そんなことある。
イカが死ぬ。クリちゃん、クリ、はい、バイバイ、行って、早く、早く行ってよ、はい、進んで、ねえ、クリちゃん、あ、誰か来た、誰か来たよ、誰か来た、あ、たたた、誰も来てない誰も来てないよ。ぜひ生で聞きたい。もうその人本当やばかった。なんかあれ、あのイエローカードが出たんですよ、相手のチームに。そしたらもう一枚もらっとけとかって言ってて、笑いが止まらなかったぜ。そう、笑いが止まらなかった。楽しかったよ。でもうん、クリちゃん、そう、ご飯食べるからクリちゃんどっか行ってって言って、ママいるよ。どんな髪型好きなの？え、なんかね、なんて言うんだろう、あのボブじゃなくて、ボブじゃなくて違う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 、あのボブじゃなくて、何なんて言えばいい、あれ、ちょっと待って、あの椎茸みたいな頭、椎茸とか言ったらまたなんかちょっと言われるから、椎茸じゃなくて、何クリーちゃん、ダメダメだよ、椎茸じゃなくて、あの、なんか椎茸みたいな形のやつかな。ボサボサ好き、ボサボサっていうよりか、何何？痛い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 、引っかかないで。あ、かわいいよこの角度。クリちゃん、おいで。なんで自分で上がらないの？ちゃきちゃん両手塞がってんだけど。ちょっと待って。じゃあ、いやいやいや、ああ、お家が見えちゃう。はい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 。ちょっと待って待って待って。あー、待って待って待って、ちょっとじっとしてて、はい、犬のくせにスプリームなんか来ちゃって。おー、ゴリちゃんかわいいね。寝ないでお願い。じゃあご飯食べますね。クリちゃんかわいいでしょ。クリちゃんかわいいんですよそう、うんうん、いただきます。なんかボブじゃなくて、なんか椎茸みたいな頭が好き。なんかね、なんていうの、そう、なあなんていう頭かな。マッシュ、メッシュ、メッシ、バッシ、マッシュ、マッシュ、マッシュ、なんか、しいたけ、うん、そうかも、マッシュ、メッシ週かな。アフロではない、日村さんみたいなの、うん、まあ違うくもないかも。クリちゃんが映んない。クリ、クリ、ダメないね。クリちゃん、うん、かわいいね。おはよう。
なんか椎茸みたいな形の頭が好き。かわいいね。ふえんさん、ありがとうございます。そう、13日のスタジオ当たったよ、イエーイ。やったね、やったやった。美容院で椎茸みたいにしてくださいっていう、それはちょっと面白いね。えい、ぼっくきびだんごみたいになったまって、どういうこと？こう？こんな感じ？きびだんご。くりちゃん。かわいいでしょ？くりちゃん、ペラペラしてくる。ちょっとこっち、うん、そうそう。あー、かわいい。クリちゃん、こっち。あれは何？知らねえよって。知らねえよって。お。クリちゃん、クリちゃんの顔しか見せてない。私の顔の代わりにクリちゃんの顔。なんか元気？起きてる？おはよう。かわいいね。フードついてるの、この服。ルーパーみたい、かわいい。フード犬だね。くり。かわいい。くりちゃん耳が大きいからね、それが邪魔だね。おっ。びっくりするじゃん。写真撮っとこう。うん、クリちゃん、クリちゃん見て、あれ見て見て、地上波だよ、テレビテレビ。クリちゃん見てねえ、飽きたの？もう飽きたらしい。クリちゃん、クリちゃん、あっち見てねえ、あっち見て、なんでここで寝るの？グーニーちゃん、ねえ、あっち見て、あ、見て、見てるよ、誰かが、見て見て見て、ほら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 、早く、あ、起きた、早く、こっちこっち、次こっち、あ、忙しい、えい。かわいい。フード犬。
こそごめんね。忙しいね、クイちゃん。人気者だね。ぎゅバイト行ってきます。いってらっしゃい。クリちゃん私のこと好きじゃん、嫌いなんですよ本当は。その顔やめて、ブサイクよ。なんかかわいいでしょ。嫌がってる、さっきのこと嫌いなの。クリちゃんかわいいでしょ。うん、私の顔は映らなくていい今日は。もうキモいんで顔。クリちゃんさ、ツインってなんかボサボサじゃない？クリちゃんちゃんと映れるようにしてよ。わあかわいい。スクショタイム、スクショタイム。かわいいクリちゃん今。かわいい、すごい漏れてる漏れてる。あっあっち見て、あっちあっちあっち。クリちゃんなんか、あんかわいい。今可愛かったよ。すごい。ちょっと私の足、すごい足の形がやばいけど大丈夫。いけてる？いけてる、足痛い。そうよ。あ、ちょっとマスクして。もういいよクリちゃん。もうクリちゃんの仕事終わり。はい。はい、もうブサイクの私が映ります。クリちゃんもう大丈夫よ。どっか行ってバイト行ってきます。行ってらっしゃい。おとなしくてすごい。え、ほんといつもはこんなんじゃないんですよ。全然全然いつもはなんかもっと暴れてます。もっと暴れてるけどって感じです。ただ映りたいだけ。クリちゃん意外と映りたいんやない？配信に。嫌いな人にペロペロするの？する。初対面の人でも絶対する。お、TWS ありがとうございます。ボックス着てる？ボックス？ボックスとは。あー、クイちゃん熱くないのかな。可愛いでしょ。うん、おはよう。クイちゃんかわいいでしょ。クイちゃん俺よりおしゃれなけん。嘘。クイちゃんなんでクリ吠えた。ほらおとなしくないですよ全然。ほらね、どっか行った。かわいい子見つけたでしょ。かわいかったでしょクリちゃん。スガパラは8分の1しか見えない。そうだよ、スガパラはこんだけしか今日映しません。かわいいでしょクリちゃん。クリちゃん誰でも、クリちゃんいつもペロペロしてくる。そうだよ。あ、ほらまた来た。もう自分で上がってよクリちゃん。自分で上がってよ、自分で上がってよ。マスクは取らないんですか？取らない。よいしょ。ちょっと痛い。痛い痛い痛い。あ、ちょっと起き上がって枕。あ、いい感じいい感じ、めっちゃいい感じ。いい感じ。ナンバーズのボックス？ん？クイちゃんお仕事お疲れ様でした。イエーイ。クイちゃんもご飯の時間なのでね。おはよう。
うちのチョウもうるさい。チョウかわいいじゃん。ボックスロゴ？え、ボックスってどういうこと？ああ、ハートの四角の中にロゴが入ってるよってこと？どういうこと？イエイ。クリちゃんです。そう。今日誕生日。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear まるさん。Happy birthday to you. おめでとう。おめでとう。本当におめでとう。今日夜配信で書くね。これは何でしょう。スガバラは可愛くないよ今日は。今日も一日可愛くないよ。俺も今日誕生日。嘘だ。嘘つけ。違うじゃん。誕生日おめでとう。これなんだ。じゃあ壇上読みます。13位黒猫ワンワンさん、11位数民大使さん、9位大地さん、7位福ちゃんずさん、5位まさとしさん、ありがとうございます。12位ブラッチさん、10位のぼるさん、8位スーさん、6位バンジャラモンスターさん、4位カズさん、ありがとうございます。3位スエン